ヒラニアカシップとは、インド神話に登場するアッスラの名前である。コアプラフラーダである。名の意味は、金の衣を着たものという意味である。女神ディティの直接の子であり、大ティア族に属する。ビシュヌの化身、ナラシンハ。膝の上で殺されているのが、ヒラニアカシップ兄弟であったヒラニアークシャが、ビシュヌの化身、バラーハに打ち取られた胸を晴らすべく、修行に修行を、重ねとうとう、 ブラフマー神から力を授かることに成功した。その力とは、神にもアスラにも人にも獣にも昼にも夜にも家の中でも外でも地上でも空中でも、しかもどんな武器でも殺されない体というものであった。こうして無敵同然の体を得たヒラニアカシップは、悲願だった天界学会に成功し、ヒラニア悪者の無念を晴らした。ところが、天界学館後、 息子プラフラーダは老子とか一族の宿敵である、はずのビシュヌを懸命に信仰した。信仰をやめないプラフラーダを見てヒラニアカシップは、我が子を激しく叱ったが考えを変えることができなかった。ヒラニアカシップは、さらに激怒し、お前の神とは、どこにいるんだ、だったら、この柱の中にもお前が言う神とやら見えるのか、と、プラフラーダに問い詰めた。 ヒラニヤカシップが息子を殺そうとしたまさにその時、突如宮廷の柱を突き破って、ビシュヌの化身なら心派が現れ、ヒラニヤカシップを抹殺した。こうして、電話親族は、マハアバリが支配するまで3回を支配した。ありがとうございます。